じゃあ今こんな感じでね、差し込みましたんで、いきます。終わった。あ、で今気がついたんですけどね、なんとランプがね消えましたね。ほら、充電のねランプがね消えましたね、これね。では早速ね、ちょっとつなげてみたいと思いますよ。嘘でしょ。え、嘘、マジで、マジで言ってんの、使えないの。え、うーわー、やられたー、マジだ、ダメじゃん。はあ、最悪。どうも、担当エイジです。ということでね、あらすじでもう流れてるかと思いますけれども、こちらね、うん、前回の、インバータ、20ワットということで試してみたわけなんですけれども、まあさんさんたるね、結果でしたっていうことで分かっていただけたかと思います。それでですね、このままでは終われませんので、今回新兵器を用意しました。それがこちら、じゃんっていうことでね、はい、これです。では早速ね、開封から行ってみたいと思います。じゃあ行きますよ。はい、バシバシっとね、まあ、前回ちょっとねカッター忘れてたんでね、今回は、はい、サクッと終わりましたということで、まず、はい、こんな感じでね、緩衝材がちゃんと入っておりますね。で、本体と、納品書で、本体の方はね、こんな感じで、シールになっていて剥がしやすくなってますんで、これを剥がすと、はいはい、出てきましたよ、こちら、ね、はい。ということで、今回の商品はこちら、ベステック300ワット、ベステック300ワットインバーターでございます。ということでね、まずは簡単にこの人のね紹介をしていきたいと思います。まずはですね、コンセントの口が、こちら2つ、ありますね。で、 USB の端子もここに2つついてるって感じですね。で、逆側が、まあこれがねシガーソケットに差し込む、まあコードがありまして、で、ここにね、電源の多分オンオフがついてるといった感じですね。で、まあね、主な仕様が、まあこんな感じになってますんで、こんな感じでね、お見せしたいと思うんですけれども、で、サイズですね、ちょっとメジャーがね、メジャー忘れちゃったんで、まあここにね記載してある通りでちょっとご報告しますと、まあ幅が120センチで、120センチ、あ、違うわ、ミリだ、120ミリ、なんで12センチですね。で、高さが47ミリで、奥行きが80ミリっていう感じですね。で、定格出力は今回300ワットっていうことでね、まあ前回の20ワットから約15倍の出力ワット数に変更しましたっていうね、まあそんな感じでございます。で、気になるお値段の方なんですけれども、こちら3280円ですね。で、また私今回ですね、楽天ポイントの方が溜まってましたんで、なんだかんだで、なんで2452ポイントを使いまして、払ったのが828円で購入しましたよっていうね、そんな感じです。で、注文日の方がね10月23日っていうことで、まあ、この人のね、動画を流した次の日には購入しましたよっていうね、感じなんですけれども、この人を使って前回ダメだった人たちにリベンジを果たしたいと思います。じゃあですね、早速、シガーソケットの方に突っ込んでいきたいと思います。じゃあね、まずこのカバーを外しまして、外しまして、開けまして、で、これをね、まあここにね、まあ差し込むだけでございますね、これね、うん。
で、ACC じゃなくて、これどうしようかな。とりあえずこれをどうすか。こうかな。いかないか。あ、ちょっとこれを外した方がいいかな。で、この状態で、はい。こんな感じでね、とりあえず、ゴミ箱に突っ込んで、で、あ、じゃあちょっと ACC をね、つけましょうか。いや、今回ちょっと危ないから。ACCカードを入れてください。うん。エンジンかけましょうか、またね。はい。で、この裏のね、スイッチを押すと、おそらくこれが光るんじゃなかろうかと思いますんで、じゃあまず、これね、オンにしますと、はいはいはい、光りましたね。緑色に光りました。で、ファンがね、回ってますね。音がこんな感じ。これ見えるかな？ちょっと、見えないか？うん、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、まあファンが回ってます。で、音はこんな感じですね。まあ非常に静かですね。あの、もう多分この辺に置いちゃうと全然聞こえません、ファンの音が。あのエンジン音にかき消されちゃいます。なんで、まあとりあえず、うん、まあ素晴らしいかなと思いますけれども、じゃあ早速ね、順番に前回ダメだった人たち試していきたいと思います。じゃあまずはね、この方ですね。前回の一番手、サーキュレーターさんです。まあこの人がですね、まあ定格で言うと、まあ30、あ、見えないか、見えますかね、31W とか 29W って書いてあるんで、まあね、いけるんじゃないかなと思うんですけどね。っていうことで、じゃあまずは刺してみましょう。よっ。はい。では、いきます。静音。はいはい。回りましたね。行きました。はいはいはい。あー、涼しい。あー、いいですね。いけんのかなこれ。中とかいけんのかな。中。あー、行ってる行ってる。じゃあ今日。おー、完璧ですね。サーキュレータークリアです。続いてはこちら、ノート PC のバイオちゃんでございます。まあ無動作の状態だったらね、充電はできてたんですけれども、まあ今回果たして動作中ですね、動かしながらの充電ができるのかどうかっていうね、それにチャレンジしてみたいと思います。じゃあね、コンセントこれね差し込んでみてと、はい。まあ、するとね、まあ、問題なく普通に、まあ、前回同様ね、充電の方は、ランプはつくんですけれども、まあ、果たして、動作中がいけるのかっていうね、動作しながらの充電はできるのかっていうね、ところを、再チャレンジしてみたいと思います。はい。じゃあ、アングルをちょっと変えて、まあ、置いてですね、いきたいと思います。まあ、今ね、ちゃんと、ランプはついてるのが見えると思いますんで、じゃあ、スタートボタン、いきます。押して、今バイオのねロゴが出てたんですけど、で Windows 10のねランプも出ましたね。ん、大丈夫か、もしかしてランプはついたままですね。いけるか。うん、こっちも別に何の問題もなくね、後ろのファンが回ってる音しますけど、大丈夫かな、もしかしてこれは。
これ大丈夫だとやっぱ結構優秀ですよ、これ。あれ、起動遅いな。なんでこんな時間かかってんだろう。あ、そういうこと？更新プログラムがあったんですね。あ、それで遅かったんだね、きっとね。はい。で、今、更新プログラムがね、インストールされましたっていうことで、無事にデスクトップの方も表示されておりまして、はい、充電のねランプの方もついておりますっていうことで、こちらもクリアっていう感じですね。じゃあまたせっかくなんでね、あの方お呼びしたいと思います。コルタナさん、歌歌って。現在ネットワークに接続できません。少し後でもう一度実行してください。うん、まあ分かってたけどね、一応ね。ではですね、カメラのアングルも元に戻しまして、こちら最後グルーガンの方に挑みたいと思います。前回ダメだった本命のやつね、ということでね、まあ、この人をねどうしても私は使わなきゃいけないのでね、次の作業で、早速コンセントの方差し込んでいきたいと思います。いきます。よし。うん、特に止まることもないですね。うん、じゃあちょっとこれね、温まるまで時間かかりますんで、ちょっと待ちたいと思いますけれどもね。じゃあこんな感じでセッティングしたいと思いますけれどもって言った途端に、溶けてますね、グルーガンさんね。これ来てますね。はいはい、溶けてます。見えますかね、出てますね。で、こちらトリガー引くと、はい、出てます。大丈夫です、グルーガンさん使えます。これでオッケー、ニュル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 っとね。はいはい、っていうことでエンディングです。今ねめっちゃくちゃね、あのもう夕日がね、直撃してて、眩しいんですけれども、うん、まあこのままね、撮り続けていきたいと思います。まあ今回ですね、まあこれでね、この方で、リベンジ見事果たせましたっていうことでね、はい、おめでとうございます。はい、まあでもこの方ね非常に優秀でしたね。うん、すべて、前回のダメだった人たちのね、リベンジ、もう仇を取ってくれました、見事に。でまあなんでね、この方にしたかっていうのは、まず楽天とアマゾンの方で、1位でした。インバーター部門でね、楽天の方は、週間ランキングが1位で、アマゾンの方はもうリアルタイムで、1位っていうことだったんで、まあこれ買っとけば間違いないかなみたいなね。まあそんな感じですね。うん、でまあね、今回 300W っていうことでね、はい、まあ本当に前回の15倍のワット数を、誇ってまして、で値段の方が、前回買ったやつが、この方ね、この方の値段が2000円ちょいっていうね、2062円とか3円とか、まあそんな感じでしたね。うん、でこの方はというと3280円、っていうことなんで、まあ1200円とかそんぐらいしか違わなくて、ワット数のね、倍率15倍っていう、ことなので、まあ断然ね、もうお得ですね、こっちのがね。うん、でまあね、あの前回のやつで、皆さんからね、コメントの方ね、いただいてまして、もうねインバータはとにかくなんかね、危ないですとかね、危うく火災事故、車両火災になるとこでしたとか、もうね本当にコンセントをね家から延長して、やった方が間違いないですよっていうね、まあ様々なお声をいただいてたんですけれども、まあ、コンセントね、本当引っ張れれば、それが間違いないですしね、本当に、
一番安全なやり方なんですけど、まあ何せね、私これアパートでね、まあ他の方もね住んでますし、まあ私3階なんで、3階からねこれ下に垂れ流すってなるとね、それなりの延長コードも必要になってきますしね、本当にドラム買ったりとかね、かなり大掛かりですし、まあ他の方がいらっしゃいますとね、かなり迷惑この上ない、感じになっちゃいますんで、それはそれでね、いろいろまあ大変な面が数多くありますし、まああとはねこのね、インバーターね、私本当に結構興味がありましたんで、まあこっちをねいろいろ模索してった方が、付加価値が生まれるんじゃないかなと思いまして、今回、さらにねリベンジっていう形でチャレンジさせていただきました。まああとはね本当にこの、色ですかねこの赤のね色っていうのもなかなか珍しいというかね、他にはなさそうな、大体みんなねシルバーとかこれアルミだと思うんで、まあそのままのね、色だと思うんですけど、これはね赤くね、塗られておりますんで、まあここもねまた結構かっこいいなと思って、今回気に入った部分ではあるんですけれども、まああとはねこれ300ワットっていうことで、まあ出力の割にはね本当にコンパクトな大きさなので、まあ緊急時でね、何かしらで使いたい時にさっとね、やる分にはまあ非常にねそんなに場所も取らずに、できてよろしいのではないかなと非常に感じましたね。で、最後に一応ですね、まあお知らせしておきますと、まあこれね説明書の方にも書いてあるんですけれども、こちらですね、お願い。150ワットを超える、機械を使用する場合は、まあ、バッテリーですね。バッテリー接続クリップを使用してくださいっていうことでね、こちら記載がありますんで、まあ、その辺ね、注意しましょうっていう感じなんですけれども、まあ、なんとですね、このバッテリー接続クリップの方は、どうやら付属しておりませんっていうね、感じなので、まあ、この辺は別途購入しなくちゃいけないんですけれども、まあ、でも150ワットを超える、まあ、300ワットとかっていうのですね、まあ、私結構家の中探してみたんですけれども、まあ、なかなかそれ以上ですね、まあ、この150ワット以上っていうのがですね、まあ、あんまり、ないっていうか、本当に限られたものになってくるんですよね、もうそれ以上ってなってくると。もう本当にかなりの、もう極端にですね、上の方になりますんで、まあ本当にね、ドライヤーとかね、電子レンジとか、電気ケトルとか、そんな感じになるんですけれども、まあそういう人たちっていうのはもうね、300ワットじゃ全然足りないんですよね。もう1000ワット前後とか、1000何百ワットとか、そのぐらいのクラスに一気になりますんで、うん、まあ、あんまり、その中途半端な300ワットとかっていうのはね、使う機会はないのかなって思いますんで、だから今回ね、これを選定するのに、まあいろいろちょっと私ね、見て回ったんですけれども、まあどうしようかなって容量の方ね、300ワットにしようか、まあ本当に1000ワットとかね、そのぐらいのやつ一気にいっちゃった方がいいかなとかね、この先のこといろいろ考えて、いろいろ考えて検討してたんですけれども、うん、まあ今回はまあとりあえず試しっていう感じで、まあこの300ワットの方にね、してみました。まあ、本格的なですね、インバーターいじりというか、また詳しくね、やりたい時はまたその時に、やってみたいと思いますが、まあとりあえず、小物家電の方はこれで、大部分補えるんじゃないのかなと思いましたんで、しばらくはね、これで、やっていきたいと思います。ということで次回の車いじり DIY の方はこちらのグルーガンを使った作業をやっていきたいと思いますんで、こうご期待。それでは皆さん、チャオ。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは車いじり、パソコン関係を中心として私が気になったこと、体験したことを動画として配信しております。もしお気に召しましたら、チャンネル登録の方していただき、動画を見終わった際にはですね、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。担当やじでした。